はい、今日はですね、ちょっと靴の紹介になります。いつもね、自分が、履いてる、靴の紹介です。まあね、話ね、ちょっとつまんないんですけどね。自分ね、1年通して同じ靴しか履かないんですよ。まあ冬はね、もちろん、こう、まあブーツいいですよね。で、夏でもね、これ、ブーツ履きます。種類も1種類。この、アビレックスっていう、これですね。はい。これちょっと取っておきますか。これね、10年ぐらい前にね、バイク用品店で見つけたんですよね。で、あ、いいなと思って、それからずっと履き続けてます。履き続けてるというか、まあ、買い替えはこうやってするんですけど、まあ、同じものね、を買ってます。愛用してますね。はい。で、普段はね、こういうちょっと綺麗な、これはいつだっけな、半年ぐらい前に、下ろしたやつですね。これはまあ普段買い物行ったりね、出かけたり、まあオートバイでどっかねツーリング行ったりするのもこれですね。はい。でまあこうやれてきた順にだんだん工作用になって、まあ溶接用になったりとかで最後もこうやれやれですよね。これでもねまあ十分使えますよね。はい。これ一種類をこうやって履いてますね。はい。でまたね今回新しいのこれ購入したんで。これをね、また履いていこうかなと思ってますね。はい。ほんでね、これなんでね、まだこれ綺麗なのに、これ新しいの買っとくのって話なんですけど、これね、毎回なんですけどね、靴ずれがすごいんですよ、最初ね。それをクリアすると、あとはもうね、最高なんですけど、履いていてすごいいいんですけど、その最初のね、靴ずれが結構ひどいんですよ。なので、ちょっとした買い物とかね、あんまり歩かないときに、前もってね、買って流しとくんですよ。これが壊れちゃってから、新しいの買っちゃうと、もうこれで靴ずれでね、泣かされるので、まあ、靴ずれにならない程度にちょいちょい、ちょっとね、店舗の中歩くぐらいの利用で、中をね、慣らしていくんですよね。足と靴をね。はい。そうするとね、あとはもう、最高の靴ですよね。はい。雨の日もね、これでもうジャブジャブ、ツーリングなんか行ってね、雨なんか降られてね、ジャバジャバでね、バシャーなんて水、中に入って。それでもね、OK ですね。全然 OK ですね。はい。乾かしてね、もうなんかやれる、ボロボロになるかなっていうのは、全然ないですよね。そういうのはね、はい。で、またね、今後もずっとね、この商品がある限りね、続く限り、これ履いていこうかなって思ってます。はい。ちょっと中にはね、夏、ブーツどうなのなんて言われたことあるんですけどね。いや、全然 OK ですよ、なんて。そんな俺なんか水虫なんか気にしねえもんって。水虫ないですけどね。はい。まあね、よく乾燥させてね、ちゃんとやっとけばいいんじゃないですかね。はい。これ、まあこうなんですね。これさっきも言ったようにね、ツーリングに使うっていうのは、これ、ライダースブーツですよね。これね、チェンジペダル。あ、でも両方ついてるか。これオートバイ用ってこうなんかありますよね、これね。いつもね。シフトチェンジするときにこう、ここ、ちょっと補強してあるんですよね。これついてますからね。全然 OK です。で、このシフトのね、ガチャガチャっとシフトチェンジの下にこう潜り込ませんじゃないですか。一足の、まあ、上げていくじゃないですか。2、3、4、5、6って。そのときにここ使うんですけど、まあすごいね、スッと入るんですよね。もうゴワゴワしてなくてね。ほんで、使えば使うほど、感覚、当たりの感覚もね、すごく良くて、いいっすよ、これ。いいっすよ。自分にとってはね。はい。まあね、そんな感じですね。はい、まあ、つまんない話だったんですけどね。はい。まあ、この、アビレックス、いいと思います。はい。もしよかったらね、ちょっと検索してみて、レビューなんかもね、結構出てるんでね。まあ、当てになんないか、レビューなんか。まあ、いくつですよ。はい。くどいか、自分にとってはね。はい。じゃあ、そんな感じです。